数字が4番なんですよ。いやー、ついつい脱足できちゃいましたね。さあ、ということで北千里の一個手前になるんですかね、隣が北千里ってなってるもんね。ということで来ちゃいましたよ、山田駅。あ、すげえ、あ、本当に山田だ。それは山田なんでしょうけど、いや来ましたね。まあ私のね、名前がね、何かっていうのはね、一切ね出してませんよ。本名ね NG でやってますからね。なんですか、いやー山田ですよ。いやーすごいですね。やっぱ山田たるもの一度これ来ないといけないじゃないですかね。どうなんでしょう。まあせっかくだからちょっと山田駅から北千里までぐらいちょっと歩いてみましょうか。それでね、京都向かったらぐらいに時間になるかもしれません。うん。だから京都のあの橋の方は行けんかもしれませんけどね。うん。ちょっとその余裕はないかもしれませんけど、まあいや山田の方が優先度高いです。全然調べて、知らなかったんですけどね。さっき、梅田で列車乗った時にね、ふーって、あの、路線図見とったらね、山田って書いてあったで、あ、山田やんって。それできたっけ。いいですね。もうこのまま我が家の表札にしたのかな、ね。あ、これでも我が家の表札にできるな。よし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 。いや。すごいですね。あ、ちなみに山田ってだけあってね、すべての列車が止まりますね。通過列車はない感じなのかな。うん、さすが山田。まあ全部が確定ですからね。そりゃそうなんでしょうけど、あの優等列車走ってないみたいですからね。あ、でも本数も多い。いやー、山田妙に尽きるじゃないですか。なんだ、何市なのかなと思ったら吹田市なんだ。へえ。いや、ごめん、本当に何も知らずに来ちゃったかな。さあ、よし。じゃあ山田で降りましょう。山田で降りちゃいましょう。よいしょ。270円。安いじゃないですか、山田。すごいな、山田。やっぱし山田ですね。ってことでね。場所で言うと、ここですね。高駅山田ってなってますね。いやー、素晴らしい。原町まで400円なんだ。で、多分、烏丸で降りた方が良さそうですね。で、そうすると、京都市営地下鉄に乗り換えれて、京都の方に行けるみたいなんで、あ、河原町に一発寄れるかな、怪しいな。こっからで、せっかく山田来たんでね、北千里まで歩いてみましょうか。あ、結構いろいろあるわ。へえ、すごいな。あ、そうだ、せっかくだからチャージしときましょう。山田記念。さあ、富士チャージもしたんですけどね、これ失敗したのがね、あちこち行ってね、記念チャージってやっとったらね、すっかり千円札が空になっちゃってましたね。 IC カードのチャージはだいぶ溜まっちゃいましたけど、いやー、しまった、うかつだった。で、こっちの方ずっと行ったら、北千里の方に行ける。あ、で、モノレールの山田駅なんてのもあるんで、ちらりと覗いてみましょう。マックもありますよ。山田店なのかな、これ。マクドナルド山田店ですよ。山形県めくりにいいじゃないか、10って言うんだね。なんか、中は撮影禁止になっとるな。あ、でも中入った方が早そうやな。さて、中の建物抜けてきましたけど、そしたらこっち側に、モノレールの山田駅があるんや。あ、すごい、モノレールや、思いっきし。名古屋はモノレールがないですからね。うちのところでは過去に千葉のモノレールに乗っとるけど、千葉は、懸垂式ですもんね。あ、で、そっか、あれは結局オンエアできなかったんだ。諸事情により。そう。一回、あっちの前浜とかあっちの方に行ったこともあるんですけどね。そうだ、あれはマルトオンエアカットしたんだ。あんまり取れ高がなかったですかね。ちょっと散髪で出してみようかな。ちょろちょろと巡ったところがあるんでね。で、こんな感じね、山田駅があって、いいですね、山田駅、山田ってなってて、山田北、山田西、山田東、そし
すごいな、すごいな。山形南だけないんだ。しかしまあ見事に、でも山田の中ではちょっと端っこの方なんですね、うん、東西っていう時は結構こうやもんね、東西、うん、まあうん、まあええか。この奥に南とかあったりするのかな、なさそうかな、さつきがか、さつきが丘ってなってますもんね。すごいな、山田スポーツグラウンドに、山田保育園、山田中学校に、山田出張所、もう何年、山田図書館、すごいな。全員山田が揃ってる感じじゃないですか、すごいな。山田公園だ、山田公園、いいな。ちょっとここだけでちょっと特集組んでやりたいな。大阪のモノレールも乗ってみたいですね。今日はさすがにちょっとモノレール乗る時間はないな。さすがにないな。よし。それでは北千里の方向けて歩いていきたいんやけど、意外とこれ、ストンと行ける道、これ、この道沿いにスーって、ここのとこから出て、そのままスーって歩いてたらいけそうな感じですね。この辺り山田の北なんか、山田川だ、山田川だって。山田、これはもう全山田が見るはずだ。これで行こう。よし。この前からスーッて行くと多分行きやすいけど、これで山田町あんまり通らないということで。飯どうしようかな。飯さすがにいいかな、まだ。もうどこに、どこ見ても山田がある。すごい。すごいなあ。あんまり余裕ぶっこいとったらあきませんからね。あれすごい、こんな広い道があるんだ。これ吹田のジャンクションの近く、ちょっと行ったらこれ吹田のジャンクションのあたりか。あ、すごいな、中国吹田なんてなってます。うわ、一応ちょっと軽く飯食ってから、食えそうなとこがあったら食っていこうかな。よし、山田でね、食ってきましょう。